都電5500系5501の台車。車輪の間にあるのが電磁吸着ブレーキ。電磁吸着ブレーキは、鉄道において車両側の電磁石をレールに吸着させて制動力を得るブレーキである。車輪と直接の接触がない。急勾配上での停止を免れない時などに乗用ブレーキで停止した上でこのブレーキをかけることで、急勾配上で停止することができる。ただし、 電磁石によるブレーキなので、電源がない場合などにはこのブレーキは使用できず、無理にレールにこのブレーキ装置をこすりつけたところで、ただ摩擦が起き、火花が飛んで、ブレーキやレールが損傷するだけである。また、ブレーキをレールに吸着させたまま分岐器を通過すると、脱線する恐れがある。なお、よく似たブレーキに、電磁的に吸着するのではなく、静動子を圧縮空気やバネにより、 レールに押し付けるといったものがある。箱根登山鉄道の電車が装備するレール圧着ブレーキやケーブルカーのケーブルが切れたといったような非常用としてケーブルのテンションが緩むと自動的に作動するといったようなものがある。ヨーロッパでは高速列車において非常時に停止距離を短縮するためのブレーキとして装備されることがある。日本では主に急行バイク間におけるブレーキとして 装備され、国鉄 EF63 型電気機関車のような、急勾配を客車などを引いて通過しなければならない、機関車や、または発電ブレーキを使えない車両の台車に、取り付けられている。アメリカの高性能路面電車、PCC カーの、デッドマンブレーキとしても使用され、その流れを組む東京都電5500系電車や、大阪市電3001系電車も非常用として、装備していた。 JR 四国パッセン系電車試作車では高速度からの制動距離の短縮のために装備していたが各種試験後量産車の営業開始までに撤去された。電磁吸着ブレーキでは電磁石の NS 極は左右方向に並べられており前後方向では同一極性となるようになっている。これは渦電流式。 レールブレーキとは異なり渦電流によるブレーキ力を基本的に期待しているわけではないためであり、ジロが短い方が時速密度が高まり吸着に適しているからである。ありがとうございます。